まあ、たかがベースボールなんですけどね。されどベースボールという感じで。あの、まあ私はロサンゼルス・ドジャースの大ファンで、うん、長く応援してくださっている方々はもうご存知だと思うんですけども、まあ、今までもすごい後味の悪い負け方をしたことはあったんですけど、もしかしたら今日の試合が、 私がドジャースを応援している長年の中で一番後味の悪い負け方だったとそう感じますうん。まずね、私が感じるポイントっていうのがね、今日あの、コーディ・ベレンジャーがいつもセンターを守るんですけど、守備につかないで DH で出てきたんですよね。 なんか腰が痛いということであのお祝いしてるときに外した打球した右肩じゃなくて腰だったことで、まあ、とにかくコーディがセンターを守らないっていうところでちょっと流れが変わるかなってまず最初に嫌な予感がしたんですねでピッチャーは、まあ、フリオ・ウリアス、まあ、今シーズンすごくよく投げてて まあ大事なところでこの間もクローザーとして試合を締めて今日登場して相手チームは全然打てないんじゃないかと予想されてたんだけど予想されていたよりはちょっとキレが悪かったと私は思いますねで相手に2点かな入れられて5回の終わりで交代になったのかなで次のピッチャーも、あのー、ここのところ上出来だったんだけど今日はいまいち調子が良くなくて ちょっと打たれてドジャースがずっとあのリードしてたんだけど逆転されたのはいつも肝心なところで大事な試合の肝心なところで打たれるペドロ・バイアスっていうあの選手がいて私はあのドジャースが大好きで全員好きだと言いたいんですけど中には何人かちょっとうんー。 うちのチームに必要なのかなっていう選手もいて、まあ、ペドロ・バイアスはそのうちの1人かな、もうここ数年やっぱり大事なところで失点してるピッチャーなんで、ただ、ここ2、3ゲームはよく投げてました。なので、彼が出てきた時多分投げてくれるんじゃないかなと思ったけど、今日は打ち込まれて、3,4ランホームランも打たれて。 で、その回の終わりにデイブ・ロバーツは彼にも終わりだと告げた、もうピッチングはそこで終わりだと告げたのに、その次の回にドジャースがまたリードを奪ったので、気が変わってまた彼をマウンドに送ったそうです。それは彼はあの責任を感じますと言ってました、監督は。一度ピッチャーがもう君はここで終わりって言われるとなかなかまた奮起するのが難しいんですって。まあ、ちょっとね、それも言い訳かもしれないけど。で、またホームラン打たれてリードされて。 でも、ドジャースの打線はあのコーリー・シーガーとジャスティン・ターナーを中心に決して諦めずにまたこちらが逆転し直しての9回裏だったんですね、1点リードしてました。で、そこでまた出してくるのがケンリー・ジャンセンなんですけども <laughs> ケンリー・ジャンセンっていうのはもちろんドジャースにはあのなくてはならないクローザーでした、数年前までは。でも、 彼は不整脈があったり、心臓が悪かったりして、コロラドに演出ができなかったりして、空気が薄いんで。で、最近ではコロナウイルスにもかかってまして、今シーズンは、まあ、クローザーとしては成り立たないという評価。そうですね、前前回でうまく締めて、昨日の試合ではホームランを9回裏に打たれたんですけども、点数の差があったんで、影響がなく勝てたんですが、 昨日の時点からちょっと危なかった。そうですね前、シーズン全部通してこの人はもうクローザーではないと判断を下した人が1試合上手に投げたからといって100%そこにまた、あのー、信頼を寄せるという監督の気持ちが私にはわからない。100のうち10だけうまく決められてそのうちの90はまずかったのに 最後の試合、最後の2つの試合でまあまあ投げたからって全信頼を寄せるというのがね、なぜかというと、8回まで投げていたグレトロウというあのベネズエラの陣の選手が、まあ、全然打たれなかったわけでもないんだけど、すごく速球が速くて、投球が速くて、まあ、まだまだ投げられた。だから9回で変えずに 彼が投げてればよかったんですけども、そこでチャンスン出してきて、一人は三振奪ったから、あ、このまま行ってくれってファンたちはみんな願ってた。でも、そうはいかずに、打たれ、打たれ。いやー、ダイソーの人にね、代打じゃなくてダイソーの人に打たれちゃうっていうのがね、まあ、エラーもあったんですけど、うまいところに打たれてヒットで、そこでクリステ・エラーが、本当はそこで多分、 ベレンジャーがいれば彼が示したと思うんだけどティーラーがエラーでポロポロってボール取れなくてそこから一流のマンシーに送球がいってマンシーが投げたのがちょっと強すぎたのか外れたのかそれを若きピッチキャッチャーのウィル・スミスがつかめずで三塁からホームに走ってる人が転んでタンブルして それれででも得点できちちゃゃっって逆転されちゃったあれを止められてたら同点でまあ10回延長戦に進んだっていうところなんだけど采配ミスですね私この間のビデオで、まあ、デイブ・ロバーツも今までいろいろ痛い思いして成長したんだなって言っちゃったんですけど成長していなかったですね なぜデイブ・ローバーツの采配がそうになるかっていうと彼はただただ左バッターが出てくるとこのピッチャー右バッターが出てくるとこのピッチャーっていうふうにその統計で決めるんですよそのドジャーズ内の成績の統計じゃなくてバッターが右手打ちか左手打ちかでピッチャーを選んでるんですね だから全体像が見えない,いや,やっぱり大事な試合の監督としては失格だなもう本当はもうワールドシリーズ3回2回か負けたところで「YOUREFIRED」ってファンはしてほしかったけどジェネラルマネージャーがデイブ・ロバーツを残ししかしケンリー・ジャンセンに投げさせるかねあそこでね まあ、お粗末な結末でした今日はだけどその逆転逆転を繰り返している時にジャスティン・ターナーとかコーリーシーガーとかもうもう全てを使い果たしているわけ今日それで負けたわけこれで3-1でシリーズ勝ってたら明日クレイトンがピッチングするのも気が楽だったんだけどもうタイになっちゃったからそういう難しい場面でクレイトンが出てくると 打たれることが多いんですやだから第1試合で今回ねワールドシリーズの第1試合でクレイトが出てきた時はまだまだね先があるので、まあ、いいところで出してきたなと思ったのだけど22勝2勝でタイの時に出てきてどうなるのかなと、まあ、嫌な予感がしてしまうんですけど一番心配なのは今日全ての力を出し切ってしまったバッターたちですよね こういうひどい負け方して、明日どういう感じで出てくれるのか、ファンだってもう立ち上がれない、立ち直れないような気分なのに、まあ,あの、ワールドシリーズに進む時もね、相手チームにリードされて、そこから練習して勝ち上がったから、でも、今日のような詳し悔しい負け方は、この前のシリーズではしてなかったから。 どうなのかなちょっと心配だけど、デイブ・ローバーツはダメだな。今回、勝っても負けてももう、デイブはいいんじゃないかなって思います。うん、私、ドジャースはあの、自分の家族とかね、ファンの皆様とかね、一番大事なのは勇気なんだけど、そういう存在、 のの対象以外にに考えたた番好きなな人たちっていうのがドジャーズなんですよだからブログでも私の大好きな人たちが今日も地道に頑張り明日へ繋いでくれましたって言ってたのはドジャースの話なんですけど <laughs> まあ私のことをすごい長く応援してくれさってる方々には分かっているで具体的な言葉を使わないのはやっぱり私もベースボールファンなんでスーパーステシャスなんですよあのそういうジンクスとかを 結構重んじる気にするタイプなんであまり具体的な言葉を使わずに今まで語ってきたんだけどまあ私もこらいしょうがないのかな今日はどうしても語らずにはいられなかったっていう感じでまあ例えば私が語ってしまったことが原因でドジャースがシーズを落とすとかそういうことはもちろんないと思うんだけどそういういろいろジンクスをあの考えて 今回もあのワールドシリーズのマーチャンダイズ、帽子とか T シャツとかずっと買わないでいたんだけど、あの、ちょっと数日前に見に行ったら、オンラインのお店を、もうワールドシリーズのドジャースの帽子がもうほ,ほ,ほぼ売り切れで、もう私のサイズはもう全然売り切れで、えーって感じ。毎日クリックしてクリックして、誰か返品してないかって。そしたら私のサイズがポッと。 あの在庫があるって出てきたから、やっぱり注文しちゃいました。でも注文しても昨日買ったから、あ私が商品を注文しても大丈夫なんだなって。でも今日こうやって喋っちゃってるから、明日のことがまた心配なんだけど、でも私も本当にお酒をカーッと食らって寝れちゃうような性格だったらよかったんだけど、うん、野球って深いんですよね。やっぱり子供の頃とか 父親とキャッチボールとかしてた時にまあね私男の子みたいになんか育ててたような気がするんだけどよくね父親にこう父がキャッチャーなんですよ私がピッチャーでねこうサインでねこれピッチングこの1、e、球投げたら上手に投げたらカツ丼おごってやるからとかってまあうちの父おかしい面白い人なんでまあかなりの球は私は投げてたと思いますけど。 そういういうに庭でね、よく遊んでて、野球チームにも入ってたことありますよ。でもその頃はストライクっていうのは真ん中に投げればストライクだと思って野球ってそういうもんだろうと思ってたけど、まあ、特に最近のドジャースっていうのはあの相手のピッチャーのミステイクを見て打つっていうのをだから今日ケンリー・ジャンセンが打たれちゃったように真ん中にズボッと入っちゃう球を見逃さずに打つっていうのが。 最近のドジャースの力で、すべての球にもちろんあのバットを振ったりは、そして無理に追っかけたりはしない、相手のミスを見逃さないというバッティングのスタイルで、そしてピッチャーも、その三振とか取るのって、真ん中にストライク投げてればいいっていうんじゃなくて、相手に振らせて取るのが三振なので、まあ、もちろん真ん中に投げる時もある、際どい球を。 だけど、そういうことを子供の頃は分かんなかったからね。真ん中にただただ投げていれば、四球四球みたいに。でも、もっともっと野球って深くて、バッターが打てるのは、あの、ボールがね、うまくこうやって回転してないから、大きくこうやって、スローにこうやってくるのを、それが相手のピッチャーのミステイクなわけ。相手がよく投げてたら、ボールが見えないわけよ。 そういういい野球って深いんですよねとにかく今日の負け方はね、あまりにもおさまつでした。最後の最後、あと1球ストライクを投げてれば勝ってたのに、ケンリー・ジャンセンにはもう締めてほしくない。明日の試合でまたケンリー出してきたら私ももしかしたらちょっと無理かもしれない。いや、まさかでしょう。でもデイブ・ロバーツにしか デイブ・ロバーツしかそれがわからないっていうか、ファンたちも解説者も、ドジャースのね、テレビとかに出る解説者みんな分かってるわけ。ここで権利出したら危ないとか。デイブにはそれが見えない。デイブだけにわからない。いやー。どうなんでしょうね。うん。やっぱりこう、その、いやー、右のバッターが来たから、 いいピッチャーに投げさせるとか、そういうスタッツって言うんだけど、統計ばかり気にしてるから、空気を感じられないっていうか、何なんだろう。何なんだろうな。うん、何かちょっと、普通じゃないような気がしてきますね。<laughs> そんなわけで、あのー、 ここのところインスタにだから私がレッツゴーとか言って写真載ってたのはみんなドジャースへの言葉であって私がアルバムを出すとかライブを開催するとかそういうことではなくてですねもちろんそういうことを考えますけど最近のレッツゴーはみんなドジャースへの応援なんで皆さんどうか分かって <laughs> 分かってくれてる人もいたと思うけど